バンコク郵便連合は、郵便に関する国際機関である。略称は UPU。バンコク郵便連合は、加盟国間の郵便業務を調整し、国際郵便制度を司る。二番目に古い国際連合の専門機関であり、1874年10月9日、バンコク郵便条約によって設立された。本部は、スイスベルンに置かれている。 万国郵便連合の設立によって次の3点が合意形成された。地球上のほぼ全ての域から固定料金に近い形で郵便物が送れること。国際郵便、国内郵便が共に同様の扱いがなされること。国際郵便料金はそれぞれの国で徴収し使用すること。特に切手を貼った郵便物についてはどの国家の切手でも 国際的に通用することをバンコク郵便連合検証で決めている。また、国際返信ギット券の発行事務などを行っている。国際連合の設立後、1948年、国際連合の専門機関の一つとなった。現在の加盟国は、2013年9月現在で192カ国である。アンドラパラオ、中華民国などは、加盟していない。 また、パレスチナ国は1999年以来、オブザーバーの地位を得ているが、2019年2月に行った加盟申請は加盟国による郵便投票の結果、必要な票数に届かず加盟を阻まれている。万国郵便連合の公用語はフランス語であるが、1994年より作業言語として英語が指定されている。また発行する文書は、 国連公用語六言語に翻訳されることが規約で定められている。1864年、アメリカ合衆国のモンゴメリーブレア提唱のもとに15、各国が参加し、パリで国際郵便の原則が協議されたが、合意には至らず。夫婦戦争後の1874年、ドイツ帝国のハインリヒ・ホンシュテファンの草案をもとに、郵便に関する国際会議が、 スイスのベルンで開催された。この第一回大会議で調印された14条からなる国際郵便に関する批准条項の中に一般郵便連合に関する国際総合機関の設置が定められた。4年後の1878年パリにおける第2回大会議で一般郵便連合は万国郵便連合に解消された。二千十八年十月十七日 アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプは、中華人民共和国への優遇を理由に、万国郵便連合からの脱退を表明し、中国はこれに反発した。しかし、この優遇措置の見直しを条件に、脱退表明を撤回した。国際郵便は送付先の郵便事業者に対する手数料をもとに計算が行われており、採択された国際ルール上、途上国は、 先進国の料金より安価で発送することができるため、先進国での実際にかかる配達コストを下回る状況が生まれていた。中国やシンガポール、ドイツやフランスなどがこの制度により恩恵を受けており、2020年7月にアメリカで3倍程度手数料の引き上げが行われた、ほか国際ルールの見直しが行われた結果、各国での手数料引き上げに伴い、 日本郵便でも25年不利となる料金改定が2021年4月から行われることが発表され、アメリカ向け郵便ものは62%の大幅値上げとなる。なお3辺が90センチ以内で重量が2キロ以内となる軽量な郵便物のみが対象となり、はがきや手紙及び通常の小包みに関しては料金が据え置かれる。 日本加盟50周年記念日って6月20日発行。大日本帝国は1877年6月1日に、バンコク郵便連合に加盟した。加盟国としては23カ国目、アジアとしては初めてであった。この日は、現在、バンコク郵便連合加盟記念日に制定されている。なお、第二次世界大戦中には脱退していたが、1948年6月1日に、 日本が再加盟している。バンコク郵便連合内の郵便業務理事会議長には日本からメトキマサヒコが2012年、2016年の2回立候補し、いずれも当選している。またメトキは2021年8月に実施される事務局長選挙への立候補を予定している。郵便事業者の限られたトップレベルドメインとなる。 ポストを創設することで ICNN と合意。ありがとうございます。